氷山八幡神社は、鹿児島県伊佐市にある神社。正式名称は、八幡神社。旧社格は豪社。本殿が、国の重要文化財。神宮皇后を祀る。研究5年に、菱刈氏の始祖である菱刈十名が、新宅により、宇佐八幡宮より誕生した神社と伝えられる。重要文化財の本殿は、桁行き三県、張間三県の、入り模屋作り平来り武器。 解体修理の際、吹板の裏に、英章4年最高という牧書が発見され、それ以前に建てられたものと思われる。建築様式には、琉球文化の影響も見られる。昭和24年5月30日に、国の重要文化財の指定を受けた。また、解体修理時に発見された木片の牧書により、A62 年8月頃に修理が行われたことが、判明しているが、この木片は、 小中に言及した日本最古の資料としても知られる。氷山八幡神社の小中落書き昭和29年、本殿解体修理時に、頭抜きに打ち付けられていた木片が発見された。その木片に書かれていた牧書に、小中という文字があり、日本における小中の語の最古の使用例とされている。その内容は、その時刺す派大気なコステをチャリて一度も小中を、 比較をなんとも迷惑なことなりというものである。ありがとうございます。